はい、皆さんこんにちは。シェフなつきです。今日もこのアシェット八ヶ岳 TV をご覧いただきまして、ありがとうございます。はい、シェフでしょ。戻ってきました、シェフの格好で。寒くなりまして、もう T シャツは無理ですね。実は、今日初めて、この秋以降、まあ、夏以降、ついに初ストーブということでございます。はい、また来ましたね、この長い長い冬が。まあ、まだ秋の末ぐらいでございますけど、まあ、始まっちまったぜ。まだ灯油を買い続ける日々だ。みたいな感じですね。はい。薪ストーブも今日今年頑張ってます。燃やすぜみたいな。さて、話はいつも通り前置き長いですけど、今日は、いやー、移住でハッピーのシリーズをちょっとまたね、喋ろうかなと思います。これも趣味のようにですね、いろいろ思い出したら、だら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 喋っていこうと思ってます。なかなかね、これから移住がね、増えていくと、今も増えてますけど、さらに増えていくと拍車がかかっていくと思うんですね。うん、そういうのもあるので、誰かの参考になればなと思っていきます。今日は、うちの話をしようかなと思います。これね、なかなか難しいございましてね、不動産物件、地方で買うっていうのはね、やっぱちょっとね、注意が必要なものがあると思うんですよね。まあ、詳しくはね、やっぱ不動産屋さんに行って、ちゃんと相談するのはいいと思うんですが、実はですね、2つの、おっぴらにされない闇があります。闇じゃないけどね、トラップっちゅうかね。まず一つ。はい。不動産屋さんの質がバラバラすぎます。はっきり言って。本当に。本当ね、実際僕ね、家買うときもね、これと店をね、借りるときもね、不動産屋さん行ったんですけど、もうね、熱量が全然違うんですよ。特にね、地方の中でもこういう別荘地、北斗市は非常に別荘が多いので、別荘地をね、移ってる方、っていうのはね、結構ね、別荘の管理で結構お金が十分回っちゃってるうどん屋さんがありますとですね、やる気がない。売る気低い。みたいな。サービス必要でしょみたいな。いう話の方もいらっしゃいます。はい。なので、本当に仕事売る気ありますかみたいなうどん屋さんが言います。はい。だとね、やっぱりここがいいっすよねっていうね、超押しつけ屋だ。子供やる小学校の人がいいでしょみたいな。いや、ちょっと待って、みたいな。そうじゃなくて、みたいなところを聞かないで、小学校の周りの物件ばっかり紹介されたりとか、そういうところもあります。あともちろんね、全然看板1枚ぐらいしかないけど、めっちゃいい人もいます。うん、そういったものをね、買いこぐっていかなきゃいけないんで、不動産屋さんがですね、ある意味ね、バラバラなので、いろんな不動産屋さんに行きましょうってことですね。で、やっぱね、その、どんな人脈を持ってるか、どんな、知り合いを持ってるかっていうのが非常に、地方の場合は大きいので、やっぱいろんな方に会っておくっていうのは大事なんですね。この人だから出す物件とかってあるんですよ。で、基本ですね、空き家はいっぱいあるんですけど、それが出るということは非常に少ないということがあります。まあ、おじいちゃんが住んでたうちだからね、まだね、遺品の整理が終わってないのよ、みたいなのも結構いっぱいあって、はい、立派な家だけど、売りに出されてもないし、貸し出しもしてないし、ただあるだけのうちっていうのもちらちらあるんですよ。そういうのもありますので、やっぱりね、いろんな不動産屋さんを回るってことが大事だし、不動産屋さんの質にね、質にね、いちいち一喜一憂しないっていうのも大事です。一喜一憂してたんで、すごい反省を込めて。ね、あと、2番目の闇はですね、はい、別荘物件と、それから住む物件ってのは全然違うんですよね。安いからって言ってみたら別荘でね、はい、お風呂ないとかね、そういうのがあったりとか、高いよねと思ったら、それから、例えばね、僕が言った中で一番すごかったのはですね、この物件の、はい、1200万ですって、こんな古いのに1200万なの？でもね、そうなんですけどね、直したらね、2000万ぐらいになりますからって、おいおい、それって1000万、200万なのか、みたいな。古い大きいお家って、ボロボロなんです。だから、住めるようにするのに、買った後さらに、回収費用がかかる。これですね。回収費用まで含めて、実際にあなたが、私が家に入って生活できるのは一体いくらなのかというのを見ておかなきゃいけないっていうことがありますね。で、地方によってはね、井戸なところもあるし、企業水道入ってないところもいっぱいあるんですよ。そういうところも含めて、生活圏として考えるときに、どんな条件なのか、しっかり最後まで見て、ゆっくり値段だけ飛びつかない。安物買いの家主にはならない。
住みかというところでですね、いろいろ考えていくってことが大事です。まあ、やっぱ家はね、出会いなんですよね。本当出会い。僕の場合は本当に最初ね、借りよう、賃貸に行こうとしてだったら全然賃貸うまくいかなくて、結局買ってしまったんですね。それもね、たまたまうちの奥さん本当にうまく見つけてくれたので、1年間売れ残ってたすっごいいい家があったんです。入り口、ですね、公共の道から市道を通って家に入るんですけど、その市道がすごい狭くて、軽ぐらいしか走れませんよ。だからここは売れないんですって不動産屋さんの方のとこ行ったんですね。はい。まあ実際はね、上手に切り替え、2回ぐらい切り返すと、大きい車もそこそこ入、乗車は全然入るんですけど、まあダイレクトに曲がろうとしたら、K が激励でした、実際。うん。そういう狭い道はボトルネックになって売れなかった物件。でもね、物は良かった。すっごく良かった。だからすっごいラッキーでした。みたいにね、やっぱりありますので、やっぱり自分、いろいろ見ていく。はい。いろんな情報、ネットも使う、それから店頭も行く、人にも聞く、話、いろんな話を聞いてて、慌てない。はい。ということですね。そういうのがすごく大事です。特にですね、はい。地方にね、賃貸物件って意外に少ないんですよ。意外に少ない。そういうのもありますので、都会の常識は一切忘れて、はい。郷に入れば郷に従う。そこの土地の、やり方、住み方に合わせていくっていうのをお勧めいたします。まあ、うち北斗市の場合ですね、空き家バンクといって、空き家の情報をね、市がまとめてくれて提供してくれるところもありますので、不動産だけじゃなくてそこにも行く。そういったものは非常に、有効じゃないかと思います。だから本当ね、不動産はなかなかね、地方にとってはすごく大きなキーポイント。何しろ、地方に来て苦しい思いしてもしょうがないんで、やっぱりいい家に住みたいし、いい家っていうのは別に豪華ではなくて、それは環境かもしれない、値段かもしれない、それから住環境のことかもしれない、買い物が便利、もしくは逆に買い物いらないけど森の中で住みたい、あなたが何を求めてるかもやっぱちゃんと棚卸しして選んでいく必要もあるしとか、いろんなことを考えるもんですね。はい、なかなかね、家って面倒くさいですね。でもね、やっぱ家って一番、時間を過ごすところでもあるので、すごく大事だから、しっかり選ぼうと思うし、地方には地方の難しさがある。それはね、やっぱここに来て思いました。でも、その分、上手にやるととても安く。はい。私なんかですね、一生持ち家には縁のない人間と思っておりましたが、はい。私とうとう持ち家を持ってしまいまして、庭付きですよ。約280坪。こんなの俺持てるのみたいな家を持ったのは、この北斗市だったからですね。地方、素晴らしいということで、はい、そういうね、素晴らしい点を上手に見つけて、あなたの人生をより豊かにしていきましょう。地方悪くないですよ。はい、移住でハッピー。よく慌てないで、きちっと考え、運を信じて、決断のタイミングを待ちながら、あなたは地方でハッピーになる。さあ、あなたはどこに住みますか？よく考える時期が来ました。はい。2020年末から21年に向けて多くの人が、都会から違うところへ移動、地方へ移住していくんではないかと私は予想しております。何かの移住になれば幸いでございます。何か質問とかあったらぜひコメントとかに書いてくださいね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。パイシェフなつきでした。今日は地方へ住む時のお家の選び方をボナペティ。